平成21年7月中国、九州北部豪雨とは、2009年7月19日から7月26日にかけて、日本の中国地方から九州北部にかけての地域を中心に襲った集中豪雨である。名称については、2009年7月27日に気象庁が正式に命名した。この豪雨に伴い、各地で水害を呼び、 土砂災害が発生している。7月19日から26日にかけて梅雨前線の活動が活発化し、中国地方や九州北部で1953年6月に発生した昭和28年西日,日本水害の降水量に匹敵する記録的な大雨を観測した。豪雨は山口県、福岡県、 長崎県において1時間に80ミリメートルを超える猛烈な雨となったほか、福岡県と長崎県においては、7月24日5カ所の観測地点で1時間の降水量が100ミリメートルを超える降水量を記録。福岡市博多区では19時25分までの1時間に116.0ミ、mm、リメートルの雨を観測する。 その他各地でも1時間24時間の降水量が各地の観測史上最多となる記録的な大雨となった。また、7月19日から26日までの8日間に大分県日田市で7 0 2ト、mm、ルの降水量を記録したほか、福岡県と山口県を中心に広い範囲で平年、同期比700%以上の降水量となった。2009年8月25日、 政府は、本豪雨を含む6月9日から8月2日にかけての豪雨に伴う農地災害に対して政令に基づく激甚災害に指定することを閣議決定した。気象庁によると、太平洋東側において7年ぶりに6月から発生したと見られるエルニーニョ現象によって地球全体の6.7月の平均海面水温が平年よりいずれも 約0.3度高く、観測史上最高を記録、太平洋西側の大気の対流活動を不活発にしていた。それが、日本付近への太平洋高気圧の張り出しを弱めることになり、梅雨前線の停滞を招き、津島海峡付近において南方からの暖かく湿った空気が、湿舌の現象を発生。テーパリングクラウドと呼ばれる積乱雲が、 次々と放射状に発達することによって集中的な大雨をもたらしたものと分析されている。筆舌については断筆流を参照のこと。消防庁によると、10月26日19時30分現在、鳥取、広島、山口、福岡、佐賀、長崎の各県で合わせて死者31名、負傷者55名となっている。また、家屋の浸水や、 崖崩れなどの被害は、中国、九州地方を中心に、関東、東北地方にも及んでいる。その他にも、大分において、川に、転落、流されて一名亡くなっている。上記の県での住宅被害が全壊45棟、半壊86棟、一部破損120棟、床上浸水2180棟、 床下浸水9229棟崖崩れ1430箇所となり、その他13府県においても負傷者2名、全壊3棟、半壊11棟、一部破損74棟、床上浸水11棟、床下浸水326棟崖崩れ235箇所の被害が発生している。通行止めになった国道262号豊富市土石流により、 氾濫した県ー土石流により被害を受けた剣神社県内では合計17名の死者が生じている。7月21日に1時間72.5ミ、mm、リメートル、被雨量275ミ、mm、リメートルという、いずれも通年での観測史上最多の時間雨量を記録した防府市を中心に県内各地で土砂災害が発生。 住宅などの浸水、土石流被害やライフラインの寸断などの被害が見られた。豊富島尾の特別養護老人ホーム裏では21日正午ごろ大規模な土石流が発生。施設の1階部分が土砂に埋まり、食事を終えた入所者7名が生き埋めとなって死亡した。また、同じ豊富島尾別の箇所でも土石流が発生して3名が犠牲になったほか 大伏重、宇田の国道262号付近でも、ほぼ同時期に大規模な鉄砲水による土石流が発生、付近の住民や国道を通行していた車両に乗っていた人など3名が犠牲となった。この他でも、土砂災害による被害や、河川の増水による被害などで道路の通行が困難になり、食料品の調達が困難になった地域もあった。また、 山口市の山間部にある下尾沢宇津木畑地区に繋がる3本の道路が一時すべて7月23日まで通行止めとなったために車の乗り入れが制限され孤立状態となった同地区内の74世帯208人に対して避難指示が出される事態となったさらに山口市の水源である浅田浄水場がそばを流れる沢良の川の増水などにより 危機の故障が発生。大内地区においては、水道管の破損もあり、7月21日から数日にわたって最も多い時には、市内の35,377世帯が断水する事態となった。これによって、市内においては入浴支援が行われ、湯田温泉や宮野温泉などの入浴料が割引、または無料開放されたりした。県内では、他に、 豊富市の阿弥陀寺や毛利指定園など県内全域で文化財の土砂災害による被害も報告されている。また、田畑が冠水したことにより農作物関連で少なくとも約34億円の損害が生じている。福岡県内では7月24日から26日にかけて激しい集中豪雨に見舞われ、笹栗町では土砂崩れによって家屋が 東海、二名が犠牲となった。また、大野城市の九州自動車道、末パーキングエリアだ財布インターチェンジ間 77.6kp 付近の乗り面上部の山が崩落し、走行中の自動車が、防護壁のコンクリート辺混じりの土砂に飲み込まれ、自動車に乗っていた、夫婦二名が生き埋めになって死亡するなど、県内全域では10名が死亡する人的被害が生じた。 また、福岡市中心部では、たたら川、五笠川、中川、ひい川、室見川などが増水し、洪水の恐れがあるとして1万世帯余りに、避難勧告が出たほか、福岡空港でも滑走路、誘導路、駐機場が冠水して着陸後の飛行機が、駐機スポットに入れず、誘導路上で長時間待機しなければならなくなり、機内に乗客が一時閉じ込められる騒ぎもあった。 中川上流にある南畑ダムは7月26日午前からの豪雨でダムが満杯となって決壊の危険性があったため管理する福岡県側は正し書き捜査を行うことを決断し流域市長に通知して避難勧告が出された結果的に正午頃から雨が弱まったため緊急放流は見送られた7月26日午前を中心に豪雨となり 7月24日からの、降り始めからの走行水量が4地点で400ミリメートルを超える。これにより、佐賀市の小瀬川や金流川の堤防が約15メートルにわたって決壊するなど、旧河川137箇所の堤防決壊や護岸崩壊が発生した。道路においては、国道、県道など216箇所でのり面などが崩壊。7月27日、 佐世保市瀬戸越町での大規模な崖崩れに伴い、水道管3本が破裂して約1万7000世帯が断水。8月1日に断水が完全に復旧した。河川から栄養分を含む雨水が有明海に流入した影響から、長崎県では7月22日。 島原半島沿岸の有明海,海南部で養殖ぶり、約1万7千匹が死ぬ赤潮による漁業被害が発生。長崎市沖の立花湾東部においても7月6日、7月7日に赤潮が発生。7月26日に立花湾での拡大を確認した。7月28日には、 熊本県の測定地点全13カ所でも赤潮発生の警報値を上回り、長崎県から熊本県に至る有明海沿岸や沖合の八代海などの広範囲で19年ぶりに赤潮が確認された。天草市と上天草市の八代海では約1万3000匹の養殖ぶりが死ぬ漁業被害が発生した。 鉄道網は21日から22日にかけて山口県内全域で24日に北部九州で運休が相次いだ。一部では施設の被害も発生しているが基本的には雨量規制による運行を見合わせであり早急に復旧している。中国自動車道、九州自動車道で崖崩れによる一時通行止めが相次いだほか国道、 県道などが各地で寸断されている。一般道路一般道路では大規模な崖崩れなどにより通行止めが相次いでいる。高速道路九州自動車道で崖崩れが発生しているほか土砂流出などによる一時通行止めが相次いだ。各地でのイベントの中止や延期が相次ぐ。ありがとうございます。